はい、どうもさくんです今回はこのような配線を組んでみました。イメージとしては JR の山和地線旧法寺駅の引き上げ線をイメージして作ってみました。旧法寺といえば山和地線と大阪東線が合流する、えー、少し大きな駅ですね。で今となっては 駅前にマンションとかスーパーとかいっぱいあって結構賑わいがある駅なんですけどもそんな駅を起点とする大阪東線っていうのがありましてそこの、えー、折り返す車両の引き上げ線があるのでそちらを再現してみましたまあここに今入ってくるのは201系しかいないんですけども とりあえず、えー、この人形式だけでもいろんな角度で撮ってみようかなと思いまして、ひとまずやってみました。まあ別にこれ以上のコメントはないんですが、まあとりあえず引き上げ線があれば、えー、このように JR でもこれからやっていこうかなということで、ひとまず急法寺駅行ってみましょう。 はい、えー。いかがだったでしょうか九宝寺駅。なんか、あの、側線の雰囲気も出てますし、この、えー、下りですね。これ、山和路線になったら、あの、大阪向こう方が、えー、下りになりますね。えー、関西本線といえば、まあ、名古屋方面が上りなので、えー、その辺ちょっと注意してもらいたいんですが、えー、下り線の本線から、 この3番に入るとこ。この長さもちょっと意識して作ってみたんですが、なんかあの、こういうのを作ってたらだんだん本線のね、走行シーンもやりたいなぁとか思いつつ、やっぱあの、部屋の関係でそんな高速走行できる、配線できないなということで、今までこのように引き上げ線やってるんですが、 なんか今までで一番なんかかっこいいところできたかなということでなんか JR もあの留置線とか引き上げ線とか結構ありますんで南海近鉄 JR とこの3つとあと色々あの探してみたいと思いますんでえこれからもこのシリーズえーお楽しみいただければと思いますというわけで今回は JR 山和寺線の旧法寺駅の引上げ線を再現していましたという動画でした。画面の左上でタップすることでチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また高評価やツイッターのフォローもお願いいたします。